これまでですね、人類社会が経験したことがないような高齢化を迎えて、2050年に日本社会っていうのは、まあ、9000万人から、9500万人ぐらいの人口になる。若い人たちの世代に対してどうかという議論がおろそかになってるというのが、まあ、日本のですね、この持続可能性というところで見るとですね、最大の問題じゃないかなというふうに私自身は考えてます。はい、皆さんこんにちは、ドイツ在住のジャーナリスト村上と言います。よろしくお願いします。今回もですね、 SDGs 第7回ということで、これまではですね、 CO2 の排出量、気候温暖化、あるいは最近でヨーロッパではですね、気候危機というふうに言われてます。先週もですね、ヨーロッパで40度超えるというですね、熱波が今年に入って2回目、ということで、各地でまあ史上最高のですね、観測史上最高の気温を記録したばかりのようなですね、そんな状態の、ドイツからですね、皆さんにこうお伝えしているわけですけど、今日はですね、ちょっと環境の方から離れてですね、こう持続可能性というところの、まあ、定義されているうちのですね、三角形があるとすると、その一つの社会ですね、それからその社会の中でも人口というところについてですね、ちょっと皆さんと議論してみたいなというふうに思って、動画を回しております。で、まあ、日本においてですね、この SDGs の文脈でいうところの、まあ、地球全体のですね、人口というところで見たらですね、やはり問題なのが人口の、まあ、爆発的増加ですよね。特にアジア圏、それからアフリカですね、その2つのエリアにおいて、とりわけですね、この経済的な開発度がまだまだこう開発されてないような地域において、人口はですね、増え続けているというような状況もありますし、それに同時に伴ってですね、まあ、飢餓の問題、何の問題っていうのが、このですね、SDG の中でも国連でもですね、謳われてるんですけど、今日はそちらの方の世界全体のですね、SDGs の方からは、ちょっと遠ざかってですね、日本社会っていうところで、どんなですね、持続可能性っていうところが論じられるのかなみたいなところを、お話ししてみたいと思います。で、ちょっと下手なグラフなんですけど、ザザッとですね、まあ、上にも書いてありますし、動画中にこう実際のグラフも差し込みますんで、詳しくはですね、そちら見ていただいたらいいと思うんですけど、この3つの線グラフがございます。で、これどんなグラフかというと、まあ、ここのところがですね、1945年という年代になってまして、1945年。で、まあ一番こっちの端がですね、まあ今現在の2019年とかそのぐらいの年代で構わないのかなというふうに思います。で、これ実はですね、1年間に生まれた子供の数というものの推移をですね、こう表しているグラフになります。出生数の推移ですね。で、このグラフですね、真ん中に書いてあるグラフっていうのは、おそらく皆さん見覚えがあるんじゃないかと思うんですけど、皆さんもご承知の通りですね、この真ん中のグラフっていうのが日本という国の出生数を表しているグラフで、この上ですね、まあこれ子供の数が日本よりも倍ありますから、人口としてもですね、大きな国だということがお分かりだと思うんですけど、この上はアメリカで、日本よりも下にあるですね、この凹凸の少ないですね、まあ、ほぼほぼ平均的にこう出生数が推移してきているような国というのが、まあ、ドイツというですね、まあ、3つの国のグラフをこう表してます。で、まあ1945年ですね、これ第二次世界大戦というのがありまして、まあ、そこに向かっていく直前のところですね、それから終戦の年、それあるいはその翌年ですね、その辺においては子供の出生数というのはどの国もですね、かなり、低下しております。ドイツにおいてはもうすでにですね、この終戦間際から終戦直後のですね、間の出生数の統計自体がまあ存在しないということで、かなりですね、子供の数というのは少なかったんじゃないかというふうにして言われてるんですけど、まあ、このようなですね、時代が続いてます。で、こちらアメリカですね、いわゆる連合国で戦勝したところで、こちらが敗戦国となったですね、いわゆるアクシズパワーと言ったらいいんですか、枢軸国と言われてるですね、ドイツそれから日本という国なんで、まあ、こっちの2つの国はですね、戦後焼け野原になりまして、経済的な奇跡的な復興というのは
ドイツの場合ですね、アメリカがかなりのお金を突っ込んでくれた、マーシャルプランですね、そちらの方が機能し始めて、戦後経済のですね、復興の奇跡というところまで、たどり着くまでの間ですね、ベビーブーマー、子供の数っていうのは増えることはありませんでした。で、一方のアメリカですね、ドイツよりは素早くですね、人口の、増加傾向というのが見られて、まあ、ベビーブーマーという世代が誕生するんですけど、山の形自体はですね、ちょっとこれちょっと大げさに書いてるんであれなんですけど、まあ、ここまで大きくないんですよね。それほどですね、とんがった形じゃなくて、こちらもですね、戦後経済のですね、復興とかそういったものに合わせて、ベビーブーマーというですね、戦後の、大量に子供が生まれる、時代というのが、ヨーロッパ諸国、それからアメリカでですね、やってくるわけです。ただし、このグラフ、この2つ共通点があると思うんですけど、全く共通してないのが、この日本という国なんですよ。で、僕は、いわゆる団塊の世代っていうのが、これ3年間、4年間ですね、生まれるわけなんですけど、戦後すぐに、これひらがなで書いておきますね。団塊の世代。で、この終戦直後にですね、素早くこう、大量に生まれ始めたこの3年間、4年間の世代のことを、第一次ベビーブーマーと言ったりしまして、戦後のベビーブーマーというですね、ドイツの定義とアメリカの定義と僕は同じだと勘違いしてたんですよね。皆さんどうです？これここまでですね、この差が開きがあるってことってご存知だったですかね。で、日本の場合もう完全に世界の他の国から考えてみると、もう異常事態で、戦後の、まあ、経済的な復興がされてないと、インフラも整ってないと、で、経済的に何かなってるわけだから、豊かになってもいないような社会の中で、子供の数だけ増えてるんですよね。で、これってすごく持続可能性っていうところにおいてはですね、厳しい状態だったんじゃないかと思うし、このグラフを見るとですね、他の国と比べてこの日本のこの異常さみたいなところを見るとですね、もうこの時代の女性に生まれなくてよかったなっていうことしか僕は考えられないんですけど、非常に厳しい時代っていうのが戦後すぐにですね続いております。おそらくこの辺の年代でですね生まれた日本の男性ですね、この男性の人たちはここで散々お話ししてきたような SDGs の文脈でいうところのですね、持続可能性みたいなところは、まあ、全く考えてなかったんだろうな、計画も何もなくてとりあえずですね子供だけ作ったんだろうなというようなことが、まあ、推測して思われるわけです。まあ、そうじゃないというですね、個人的な意見があったり家族があったりですね、いろんな人がいたりというのは当然わかるんですけど、世代としてですねここまで特殊な事例というのは、まあ、世界的に見てもですね珍しいんじゃないかなというふうには思います。いわゆる、まあ、途上国モデルですよね。言ってみれば、まあ、そのような形になっているのが、まあ、現状かなと思います。で、この団塊世代ですね、数が、まあ、最大の時に270万人ぐらいですか、1年間にですね、子供が生まれておりまして、めちゃくちゃなんですよ、とにかく。で、その人たちが適齢期に入ってくるとですね、これ1971年から、75年とかそのぐらいの間だと思うんですけど、僕の年代に当たります、いわゆる団塊のジュニア、っていうのが生まれるわけですよね。これのことを、まあ、第二次ベビーブームというような言い方をして、この第一次ベビーブームと第二次ベビーブームのちょうど中間に、その他の国にはですね、日本では出生数が落ち込んでいる時に、ベビーブームが始まっているというような形で、ご理解いただけるとですね、このグラフっていうのが、まあ、わかるのかなというふうに思います。で、注目していただきたいのは、この団塊のジュニアのですね、ちょうど中間あたりで、人口のですね、女性の合計特殊出生率というのが 2.1 を切るようになるんですよね。子供の数が200万人を突破しているにもかかわらず、出生率自体はですね、どん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 こう低下を続けていくような社会が起こってきまして、70年代の後半ですね、遅くとも1980年代にはですね、2を優に下回ると。いう形になってます。で、この1980年代っていう年代がおそらくこの年代の時に大人だった人、
っていうのがおそらく持続可能性という文脈の中で日本という将来を考えた時に子どもたちの世代に愛情を持って、より良い開発をしてですね受け渡していくというような考え方であったんであったら、この時にものすごくですね国力を使って子どもが産みやすくなる、女性が社会進出を果たして女性にとって子どもが産みやすくなるようなインフラをですねこう作っていかなきゃいけなかったんだろうというふうに思います。で、残念ながらですねそれは皆さんご存知のように成し遂げられてありません。ですんで、ドイツとかですねヨーロッパのその他の諸国では、高校から何からですね大学に至るまで教育っていうのは無料っていうのが当然だったり、要は子供を持つことで経済的な負担がかかるっていうようなことのハードルをですねカットするとかですね、若い人たちに所得をどんどん向上させてですねそういった社会を作りましょうみたいなことっていうのはないまま、この後ですねバブル経済みたいなと投入して浮かれて、それからそれがポシャって、シュンとしてるというような状況になってるんですけど、基本的に一貫してですねこの後も、持続可能性、子どもたちに対する愛情みたいなところが見られず、国としての政策ですね、あるいは個人的なですね何らかの間接民主制としてのですねこう自分の関心を代表するときにはですね、基本的にこの年代よりも前に生まれた人たちですよね、この辺の人たちに対しての優遇措置ばかりで、残念ながらこちら側の世代に対する愛情というのがないようなのが、日本社会かなというふうにもう言い切ってもいいんじゃないかなというふうに思います。僕は個人的にはそう考えてますし、客観的にいろんな指標を見てもですね、そんな状況が続いてるんじゃないかなと思って、こういうグラフを書いたんですけど、何が問題か、問題っていうかですね、2050年に日本社会っていうのは、9000万人から、9500万人ぐらいの人口になる、で高齢化はですねひどいたくさん割合がですね高くなって、生産年齢人口1人に対してですね1人半とかですね1人っていうような形で支えなきゃいけないような社会になるっていうのはもう確定的なんですよ。こういう出生数の推移を続けてきてしまった以上ですね、でこのターニングポイントであった1980年っていう時に以降一切何もですねこう手をつけなかったっていうことから、これ自体はもう決まってしまってるんで、これ自体がですね非常に引き起こす問題については次回のですね第8回で少しお話ししたいなと思ってますし、中にはですね人口が9000万になってもドイツってそもそも人口って8200万人ですから、8200万人でですねヨーロッパ最大の人口を抱える国だということでやってるような状況だったら、これだけ人がいたらいいんじゃないかというような話なんですけど、問題はこういう状況になる前に1億2500万人いたってことなんですよね。9000万人でずっと終戦からですね出生数が同じだけ続いてですね人口動態のバランスがある程度取れていたのならですね構わないんでしょうけど、これまでですね人類社会が経験したことがないような高齢化を迎えて、その高齢化の世代自体をですねどうやって担っていくかみたいなところが非常に大きなテーマになってまして、肝心のここで生まれるですね若い人たちの世代に対してどうかという議論がおろそかになっているというのが、日本のですねこの持続可能性というところで見るとですね最大の問題じゃないかなというふうに私自身は考えています。ということで、皆さんもおそらく異論があると思うんですよ。この段階の世代ですね、こんなにたくさん単年間でですね戦後の貧しかった時代に生まれてたのはどういう理由があったんだというようなことも当然それぞれの家族ですね、それぞれの、個人個人の中ではですね何らかの正当な理由があったんでしょうから、それに対してうんぬんっていうことを言いたいわけではないんですけど、世代としてですね次の若い世代に対する愛情計画性みたいなのがあった中でのですね持続可能サスティナブルですね、ドイツ語で言うナッハル的カイトっていうところをですね考えた時に、こういった状況を抱えているですね日本という国は社会というですね持続可能性三角形の中でも非常に難しい前提上
条件をすでに抱えてしまっている。かつですね、同時にこれを解決してよりよく開発して次の世代に受け渡していくということは非常に難しくなっているんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、今回ですね、少しまあ批判めいたようなことになってしまって、まあ炎上するんじゃないかとかですね、そういったことも考えたりするんですけど、まあそんなこと言ってもしょうがないですから、基本的にですね、こういった現実がありますよということを皆さんにお知らせしてですね、次の第8回においてはですね、この状況が引き起こす今後起こりうる問題とはどんなものがあるのかみたいなところについてですね、少し考えてみてようかなというふうに思います。どうも今日はご清聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録等していただいて、次回もですね、皆さんの前でお話できてご視聴いただけるとですね、幸いに思います。それじゃどうもありがとうございます。